定するという会社の方からよろしくお願いいたします。会社の日程書類分のよろしくお願いします。大きく質問2つお願いいたします。1点目がガソリンについてです。日曜日のフジテレビの番組でガソリン税の追加情報について言及されました。改めて、ガソリン高騰の追加的な対策についてどう考えるかお聞かせください。税制の見直しには法改正が必要ですけれども、道民に向けたそのスケジュールとかですね、目安について教えていただければと思います。で、もう1点目が商業体統計の結果を公表時刻前にホームページに掲載した事案についてです。国交省の統計書き換え問題で、政府統計の信頼が揺らいでいる最中に、こういった事態が起きたことをどう受け止めていらっしゃいますでしょうか。原因と再発防止策についても教えてください。以上です。先週の木曜日から激変緩和事業を発動し、支給を開始したところであります。まずは本事業を適切に実施し、足元の小売価格の高騰を抑制してまいりたいと思います。加えて政府としては、農業、漁業等の業種ごとへの支援ですとか、あるいは地方自治体が独自に支援する際に、国としてしっかり財源を支援していく仕組みといった、さまざまな対策を重層的に用意しており、これらの効果を確認していきたいと思います。その上で、現時点で政府としてトリガー条項の凍結解除は考えていませんが、原油価格の高騰がどの程度長期化するのかも見極めながら、あらゆる選択肢を排除することなく、国民生活や経済活動への影響を最小化するという観点から、何が効果的な対策か、スケジュールも含め、不断の検討してまいりたいと思います。私、発言したのは、去年から言ってることとそんなに変わってなくてですね、トリガーを否定するわけではありませんと申し上げたのは、今、足元ではせっかく作らせていただいた激変緩和事業、ワークを始めました。週末、北海道行ってきたんですけどね、北海道の皆さんは、ガソリンより灯油のことに関して、すごく関心を持って、高騰が抑えられるということをすごく評価をしてくれて、ちょっとほっとしました。なんかガソリンばかりがクローズアップされるんですが、念のため、この制度は、原油の段階、生産前の原油の段階で補助金を入れますので、作られたガソリン、灯油、重油、軽油、これすべて抑制策が講じることになりますので、はっきり申し上げて、トリガーではガソリンしか下がることができないんで、ちょっと異質のものだと思います。したがって、それを直ちに発動するということは私は考えてませんけれど、しかし、これ、4月までしか使えない制度でありますので、4月以降ですね、国際情勢などを含めて、さらに原油の高騰が続けばですね、国民生活に大きなダメージを与えることにもなりますし、例えば物流などの高騰によって、物価高にさらなる拍車をかけることにもなるわけですから、当然、担当大臣として、4月以降のことも考えておかなくてはいけない、そういう意味で常日頃、こういう発言をさせていただいているところでございまして、言ってることはあまり変わってないんですけど、急にテレビで言うと影響があるみたいで、国会でクローズアップされてますけれど、今まで通り先も見据えてですね、しっかり対応していきたいな、そう思っております。2点目の商業動態統計について、昨日の朝に公表されるべき情報が、先週金曜日の夕方に公表されていたことは事実でありまして、内容自体に誤りはございませんでしたが、政府統計の信頼が揺らいでいる中でですね、こうした事態が生じたことは誠に遺憾だというふうに思っております。原因は現在調査中でございますけれども、今実は経産省全省的に情報システムの更新をしている中でですね、新しいシステムにおけるホームページの公表手続きについて、注意点などが職員に十分伝わられておらず、この結果、一部のページが即時公表されていた可能性があるのではないかと報告を受けております。いずれにしましても、公表手続き後の目視での確認を行っていれば、週末をまたいだ事前公表という事態は避けることができたものと思われます。そういう意味で、人為的なミスがあったことは否定できず、これらも含めて、速やかに詳細を詰め、再発防止策に適切に講じてまいりたいと思います。金曜日から月曜日の朝までの間に、一般の方が、かなり多くの方がホームページを見ていただいてるんですよね。だからそれを考えたら、担当の課だとか、経産省の職員だとか、それは週末、休養も取ってもらわなきゃなんないけど、我が社のホームページの自分のページにどうなってるかぐらい、なんかもうちょっと見る人いねえのかって言って、厳しく指導したところでございまして、大いに反省して、今後こういうことがないように協力していきたいと思います。よろしくお願いします。公共商品途上が申請してました LNG パイプのそうですね、電力パイプのこれ先ほど認可されました。でこれがおそらくの取引はですね、日本の経済の産業にどういう公共されてみられているか、特定的なご意見があれば、どうぞ。東京商品取引所から申請のあった電力先物の本上場および LNG 先物の試験上場について、商品先物取引法に基づいて審査をしたところ、認可基準に適合していると認められたため、1月28日付で認可をしました。電力市場、ガス市場の自由化が進展する中で、例えば昨年冬の電力需給の逼迫による卸電力取引所における電力価格の高騰ですとか、あるいは近年の世界的な LNG のスポット価格の高騰など、事業者において電力や LNG 価格の急激な変動へのヘッジニーズが高まっております。でこのため、今回の本上場は、こうした事業者のリスク管理の促進を通じて、電力システムなどの安定に寄与するものと認識をしております。IWJ の木原と申します。よろしくお願いします。スポーツベッティング、すなわちスポーツトラブルについて伺います。1月29日付、毎日新聞が部活動改革の後押しを旗印に、プロスポーツの試合展開や勝敗を賭けの対象にするスポーツベッティング、賭博を解禁するアイデアが政府内で浮上している、海外で広がるスポーツ賭博を国内でも普及させて収益を上げ、それを財源に部活動の指導者を雇って教員の負担軽減につなげようというのだと報じました。確かに経済産業省による地域×スポーツクラブ産業研究会の昨年6月25日の第一次提言には、高校生の部活動を有償で地域に移行し、財源の一つとしてスポーツベッティングの収益を当てると読める構想があります。しかし、この提言の担当部署である経済産業省商務サービスグループサービス政策課のご担当者は、IWJ の取材に対して、当てようと私たちがストレートに言っていないのはお読みいただくと分かると思います。そこはギリギリなので、今回の毎日さんの完全な誤報で、うちの大臣に聞かれても誤報ですって答えますからと回答されました。この点について、萩生田大臣も同じ誤報というご認識でしょうか。また、そもそも、法の空白状態になってしまっている海外のサイトに、オンラインでベッティングが広がっている現状を放置していいのでしょうか。海外サイトのオンラインベッティングにかける行為は、現状、賭博罪に該当するとお考えでしょうか。法務省も警察庁も個別の案件によるとしており、グレーな回答です。ここはグレーゾーンにせず、国内外のオンライン賭博は合法か違法か、この法の空白を作らないように、法改正等が必要と考えますし、その場合の不正行為や八百長行為への罰則も明らかにすべきと思います。そのあたりの大臣のご見解もお聞かせください。よろしくお願いします。まずスポーツ庁と経産省で研究会を行っているのは事実でありますけれども、私もついこの間まで向こう側にいましたんで、与党の皆さんからも部活動の在り方ですとか、教員の働き方改革の中で、新たなマンパワーを現場に入れるための財源どうするべきかという一つの案として提案をされていたということは承知してますけれど、そもそも学校教育の場ですから、何も賭博で得た利益でですね、人件費を稼ごうなんてことは少なくとも現時点では考えておりません。それはそれできちんと人員配置をするべきだと思ってますので、そこは違う意味でですね、スポーツ振興のための財源を都とのみに頼らず新しい財源を見つけていこうという中での研究をされているんだと思いますので、そういう意味では毎日新聞の報道というのは正しくないというふうに私も思います。その上でですね、スポーツベッティングについては、早くから合法とされている英国をはじめとする欧州諸国だけではなく、2018年度以降は米国でも多くの州において合法化が進められており、世界的な市場が拡大をしていることは承知しています。日本国内からオンラインでそうした場に参加することの違法性の判断については、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内で行われた場合は、賭博罪が成立することがありますが、犯罪の成否は捜査機関により個別に判断されるものであり、私からコメントすることは差し控えたいと思います。スポーツベッティングのように、その違法性の判断を含めたガイドラインのものを策定することは現時点で考えておりませんが、たまたま私、議員立法でIR 法案を提出している提案者でございまして、カジノに関して申し上げると、これはオンラインカジノは違法だということで、オンラインカジノは違法ということで、従って新しい法律が必要ということで、ああいう手続きを取りましたので、それだけは明らかにしておきたいなと思っています。で、他の賭け事については、法務大臣も非常に言葉を選んで答弁されてた通りでありまして、個別のいろんな状況があるのかもしれませんので、私からはこの場ではこれ以上は控えさせていただきたいなと思います。なんか問題ありますか。前新聞さんの一応誤報という言い方。私が誤報という言葉を使うのはどうかと思うので、正しくないと。